金井重行は日本の稲作特農家。農業生産法人株式会社金内農園、代表取締役。群馬県北盲地域は、テロアールが、魚沼、飯山とと共に世界一の量食味米地帯を形成しているため、食味地工場と特 A ランクによる地域ブランド化に尽力している。1958年1月30日。 群馬県利根郡白沢村上小母父の戦国時代、佐田家家臣から続く農家の六代目に生まれる、慶応義塾大学法学部を卒業。1984年、ユニコーン賞を受賞。2011年12月28日、農業生産法人株式会社家内農園を設立。2015年11月23日、第17開埋。 食味分析鑑定コンクール国際大会で金賞を受賞。11月28日、第12回お米日本一コンテストイン静岡で金賞を受賞。2016年10月20日、第3回寿司米コンテスト国際大会で特 A ランク賞を受賞。12月4日、第18回米食味分析鑑定コンクール国際大会で特別優秀賞を受賞。 息子の金井慶一貴も幸い別部門で特別優秀賞を受賞。12月5日、第13回お米日本一コンテストイン静岡で金賞を受賞。2017年11月16日、お米番付2017に入選。ありがとうございます。